皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はことわざクイズです。括弧の中に入る言葉を答えてください。問題は全部で10問あります。各問題の制限時間は20秒です。ことわざの意味も考えてくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は3問でした。早起きは3問の徳ですね。これはよく聞くことわざですね。この意味は朝早く起きるといいことがあるということです。早起きをすれば健康にもよく、仕事や勉強がはかどったりするので得をするということですよ。寝坊や夜更かしをしている人に対して早起きは3問の徳があると指摘することで、注意喚起として利用することもできますよ。2問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は祭りでした。後の祭りということわざです。これもよく聞きませんか。このことわざの意味は、物事が終わった後で後悔の念を抱いてもすでに手遅れである、物事が終わってしまった後に騒いでも仕方がない、時はすでに遅く時間的に間に合わないことを指すことわざです。時期や機会を逃してしまう際に共通して起こる感情が後悔ですね。後の祭りという言葉にはこの後悔の念が含まれていますよ。3問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は水でした。焼け石に水ですね。このことわざはわずかばかりの努力や援助では効果がほとんど期待できないことの例えです。焼けて熱くなった石に少々の水をかけたところで水は蒸発し石を冷ますことができないということから来ていますよ。このことわざの意味を知っていましたか。4問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は両でした。一挙両得ということわざです。この意味を知っていますか。これは一つの行動によって二つの利益を得るということです。中国の歴史書「神女」にある2頭の虎の話を由来としていますよ。2頭の虎を退治するときに、まずは虎同士を戦わせ残った1頭の目を倒すことで結果的に2頭の虎を仕留めたというエピソードから一挙両得という言葉が生まれました。
皆さん、このことわざは知っていましたか？5問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は良薬でした。良薬は口に逃がしです。この意味は、自分のためになる注意や助言は聞き入れがたいということです。よく効く薬が苦いように、身のためになる忠告は素直に受け入れにくいという意味があります。その時は辛くても、良薬は口に逃がしで、後になってためになるような時に使いますよ。6問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は水でした。魚心あれば水心ということわざです。このことわざは、相手が好意を示せば自分もその相手に好意を示す気になる、また相手の出方次第でこちらの応じ方が決まるということです。水に住む魚がその水に好意を持てば、水もその魚に好意を持つことから来ていますよ。7問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は本能寺でした。敵は本能寺にありということわざです。この意味は、真の目的は別なところにあるということです。本来の目的を隠し、人の目を欺くときに使いますよ。この意味を知っていましたか？8問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は心でした。親の心こしらずということわざです。この意味は、親が子を思う気持ちは通じにくく、子は勝手な振る舞いをするものだということです。また、自分が親になってみなければ親の気持ちはわからないという意味もありますよ。親の気持ちを知らずについつい反抗してしまったり、口答えをして困らせてしまったなんてことありましたよね。9問目です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう？終了です。答え合わせです。正解は手でした。かゆいところに手が届くということわざです。この意味は、相手の望むことを察し、細かいところまで気配りや配慮がなされていることを言いますよ。それでは次に行きましょう。
それでは最後の問題です。括弧に当てはまる言葉は何でしょう。終了です。答え合わせです。正解は100倍でした。可愛さ余って憎さ100倍ということわざです。この意味は、可愛いと思う気持ちが強ければ強いほど、一旦憎悪の念が生じると、その憎しみは可愛いと思っていた気持ちの100倍にもなるという例えです。愛と憎しみを表裏一体なものとして捉えるような意味で使われますよ。このことわざの意味も答えることができましたか？ご視聴ありがとうございました。ちのたねのホームページでは、動画で配信した問題をノートレプリントとして無料でダウンロードできますので、ぜひご活用くださいね。コメントと高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。